はい、どうも、ソシです。今日のビデオは日本のカクテルを紹介したいと思います。前にハイボールを作ったのですが、意外と皆さんから好評だったので、今日は僕の好きなレモンサワーを作ってみました。レモンサワーですが、味がすっきりしていてとても飲みやすいので、暑い夏にぴったりなカクテルだと思います。早速ですが、今日使うお酒を紹介します。レモンサワーにはこの焼酎を使います。焼酎を飲んだことがない、知らない人もいると思うので、簡単に説明しますね。簡単に言うと、焼酎は日本のウォッカですね。焼酎にはいろいろ種類がありますが、今日はこのイーチコの麦焼酎を使います。まあ一番定番というか、飲みやすくてレモンサワーにぴったりです。そして炭酸水とこのスライスレモンですね。それでは作ります。作ると言っても混ぜるだけなんで簡単です。まずは焼酎を入れましょう。量はまあ、自分の好きな量で大丈夫ですよ。そして炭酸水、最後にレモンを絞ります。この絞ったレモンなんですが、そのままドリンクに入れてもいいですし、入れなくてもいいです。僕は入れます。こうやってレモンを中に入れると自分が何杯飲んだか分かります。皆さん飲みすぎには気をつけましょう。それでは飲みましょう。乾杯。美味しいですね。あと今日は簡単なおつまみも作りました。きゅうりの浅漬けです。きゅうりを切って調味料を入れるだけなのでとても簡単です。ではいただきます。うん、美味しいです。このきゅうりとレモンサワーは本当に合うのでおすすめです。またお酒や料理のビデオも撮っていきたいと思います。何かリクエストがあればコメント欄に書いてください。今日のビデオが良ければライク、それからサブスクライブお願いします。それではまた、さよなら。